4.29AFCU23 アジア杯準決勝日本2のゼロイラクドーハ。主将としてチームの先頭に立ってきた。8代へ連続での五輪出場を決めた U から23日本代表 MF 藤田ジョールチマは試合後のフラッシュインタビューで、最低限の目標だったので、それを達成できて嬉しく思います、と振り返った。タフなゲームになると分かっていたので、しっかり準備することだったり。 気持ちの面でも相手に負けないように強い気持ちで入ろうと準備していた。なみなみならぬ気持ちで迎えた準決勝イラク戦、勝てば五輪出場が決まる大一番で勝利へと導くツーアシストを記録した。まずは前半28分、正宏があの動き出しをするのを見ていたので、チャンスがあったら狙おうと意識していた、と最終ライン裏へと抜け出そうとする FW 細谷ヒ宏の動きを見逃さず。 センターサークル内から浮き玉のピンポイントパスを通して先制点を演出した。さらに42分には、荒木が良い動き出しをしてくれたので、自分はただ落とすだけだった、と、左サイドで粘ってキープした DF 大畑歩夢から送られたパスをワンタッチで繋ぎ、MF 荒木良太郎の追加点をお膳立て。大仕事をやってのけたが、二人に感謝したい。 と得点へとへ結びつけたた両選手への感謝を忘れなかったチーム立ち上げ当初からメンバーに名を連ねていた。あれから2年以上がたち、このチームは強くなったと思う、と実感。しかしまだまだ強くなると思うので、自分中心にもっとレベルを上げていければと思う、と視線を上へと向けた。2対0の勝利を収め、五輪出場は決めた。そして、 次はアジアジの頂点ををけた一戦を迎える5月3日の決勝をウズベキスタン戦に向けいつも通り全力でプレーして試合をコントロールできるようにアグレッシブにサッカーができたらいいと意気込みを語った。